ウルトラマンロビンは、プロレス界唯一のつぶらやプロダクション、公認覆面レスラー。変身前の名前は、オナヤツシ。身長が低いことから新日本プロレスと、全日本プロレスに入門を断られ、ジャパン女子プロレスでスタッフをして働いていたが、同じく身長が低いウルティモドラゴンのデビューに刺激を受けて、マークロコを頼りに、イギリスへ渡る。 1990年3月15日、オールスターレスリングで、オナヤツ氏として、タイリー・トーマッ戦でデビュー。同年に、日本に帰国し、リングネームをツブラヤ、つぶらやプロダクション公認覆面レスラー、ウルトラマン・ロビンに改名。ウルトラマン・ロビンとしての活動、怪獣の判件に関しては、つぶらやプロダクション代表取締役社長のつぶらや、さつきに許可をもらっていた。 名称仕様の基本条件は、試合には絶対負けるなと言いたいが、汚い試合や卑怯なことはしないでほしいだった。ロビンの名称は、デビュー戦がイギリスで、ロビンフットのイメージから命名。1994年、SGP を設立。2012年、つぶらやプロダクションの経営体制変更から、判権儀礼問題が発生し、話し合いの結果、判権の絡む。 宇宙人と怪獣の登場を封印することで、ウルトラマンロビンとしての活動は継続される方向に落ち着いた。7月3日、スポルティーバーリーナで行われた、ウルトラマンロビン対メフィラス星人による、ウルトラマンロビン20周年記念プレミアムマッチにおいて、ウルトラマンロビンが勝利。試合終了後にウルトラマンロビンとメフィラス星人が歴史的な握手を交わし、 正義と悪の構想に終止符が打たれた。2014年8月24日、シアタープロレス課長風月を運営している G、タレントと契約したことが発表され、団体名を、シアタープロレス SGP 名古屋課長風月に解消。2018年11月9日に発売された、週刊プロレス増刊、プロレスラー選手名刊2019に記載された、団体名は、 SGP に戻っており、上記の契約は解消されたと思われる。近年は、毎年12月に道の区プロレス工楽園、ホール大会で行われる、宇宙大戦争に、ザグレートサスケ率いる、ムーの太陽の一員として参戦している。ありがとうございます。